まずは東京池袋。この街にとてつもなくうまいラーメン屋があります。池袋名物はサンシャイン60とここ大勝軒。とにかく連日長蛇の列、どうしても食べたい味だからお客は待つ。営業時間は午前11時から午後3時までのたった4時間。店の中を覗くと客はひたすら食べる、そして厨房ではご主人がひたすら作る。期待の汗が人気の凄さを物語っています。この道40年、つけ麺の元祖としても知られる店だけに、ご主人のこだわりが作り上げた秘伝のスープは麺と出会うことによってなお一層味を増していきます。はい、お待ちなさい。いやでかい。これ何人前ですか？普通の3人前。いやー、味は格別、そしてこのボリューム、この値段、人が集まるはずです。いやー、3人前なんか食べた感じがしないですね、私。あー、それほど美味しいってことでしょう。とにかく、いやー、本当にね、一軒目成功です。本当に美味しかった。どうもごちそうさまでした。どうも、ありがとうございました。さてですね、ここ経過ラーメン、ここは熊本ラーメンの美味しいところなんですよ。見てください、並んでます、並んでます。ただこの経過ラーメンの場合、不思議なのはこの20メートル先に同じ経過ラーメンがあるんです。両方とも行列ができてるんです。ですから人はどちらの行列が長いかを見てから早く入れる店をチョイスするというシステムになってるんですね。20メートル先どうなってるかちょっと見ていきます。隣に同じ店があっても両方並ぶこの人気の凄さ。向こうの方はちょっと少ないみたいですね。こっちの方が少ないみたい。こっち並ぼう。ここ経過にやってくるお客は小武平さんのようにどちらか列の短い方を選びます。店内はやはり新宿。若い人を中心に様々な年齢層の客でいつも満員です。さすが23年前にオープンした熊本ラーメンの老舗。そしてこの経過のラーメンは何しろ具が豪華。これ肉の塊ターロ、そして特製ゆで卵、極め付きが真っ白なこの豚骨スープ。濃厚な豚骨スープに豪華な具、この味が経過の基本なんです。これ、この固めの麺、この頭、ね、店長、どうしてさ、この麺いつも固めに茹でてあるの？このスープには固めじゃないとちょっと合わないんですよね。こだわりのスープ、味の秘密は厨房の片隅に置かれたスープ鍋。一気に沸騰させます。これでコクが出るんだそうです。店長曰く、ここのラーメンは3度食べないと本物の味がわからない、だから3度は食べてください。さて、東京、行列のできる店、ところは港区白金の勝丸。店内に入ると江戸情緒が味わえるのも魅力の一つ。そして実はここのご主人、この店を開く前はタクシーのドライバーでした。やっぱり運転手さんやってる頃にも随分いろんなお店回られたんでしょうね。そうです。何軒ぐらい回られましたか？そうだね、1500軒ぐらいかな今のとこ。ご主人自ら日本全国1500軒もの違った味を舌で学び、そして築き上げたのが勝丸の味なのです。スープの出汁は海の幸、麺はあくまで手打ち麺、そしてできたラーメンがこれ。本格的東京ラーメン、試行錯誤を繰り返して作ったラーメンはシンプル。いただきます。うん、プリプリシコシコプリプリシコシコ。あ、そう、ね、今やってみて、やっぱりこのラーメンにかけてよかったと思います。あ、もう思ってます、もちろん思ってます。うまいラーメン、それにかけた人生に後悔の文字はない。東京人とか江戸っ子っていうのは待つのは大嫌いなんです。
そこを無理して待ってるほどの、待たせるほどの美味しいお店だから、ぜひ行列を見たらあなたも絶対並んでみた方が得ですよ。では東京ラーメンとはそもそもどんなラーメンなんでしょうか。東京ラーメンの代表的なお店を2つご紹介しておきましょう。杉並区阿佐ヶ谷にある蓬莱軒。この町に店を構えて30年、変わらぬ味で地元の人々に愛されてきた東京ラーメンの老舗であります。三井邦蔵さんは2代目のご主人。その仕事はまさにラーメン作りの教科書とも呼ばれております。グラグラと沸騰する大鍋で踊り上がる縮れ麺、ラーメン好きにはこれだけでも嬉しいんだな。入念にお湯を切ることも大切なポイント。メンマ、チャーシュー、ほうれん草になると、これぞまさしく東京の顔です。私はスープがきれいに取れたら美味しいと思ってるんですけどね。ご主人が一番心を砕くのはスープ作り。ベースは鶏ガラと豚骨。決して沸騰させず丹念にアクを取り除くことが大切なんです。決して濁らずコクがあるのにしつこくない。これが蓬莱軒の人気の秘密なのであります。しびれるようなうまさ、この一杯が食べたかった。さて、東京ラーメンのもう一つの顔が銀座の裏手、昭和通り沿いにある老舗中の老舗、満腹であります。創業昭和4年、ラーメン業界最古参。満腹は60年余りにわたって東京ラーメンの伝統を守り続けてきたのであります。あららら、ラーメン屋さんで卵焼いてどうするの。ところがどっこい、これがこの店のトレードマーク。薄焼き卵は大切な具の一つなんであります。江戸前の粋か、銀座のモダンか。もともとフランス料理店で修行したという初代のご主人が彩りを考えて発案したといいます。現在は3代目の若旦那、両肩に満腹60年の伝統を背負います。麺は卵入りの細打ち。スープはもちろんさっぱり味。なんて言いますか、昔ながらの形をそのまま保ってるということだと思います。はあ、美しい。これを一服の絵と呼ばずにはいられない。満腹、食べる前から幸せ。タウンの一つ、新宿の街。皆さんどんなお店で食べているんでしょうかね。ちょっと聞いてみたあるよ。利尻です。利尻といえば歌舞伎町の奥の奥にある知る人ぞ知るお店。飲んだ後の一杯が最高。そして最近メキメキと人気を上げているのが歌舞伎町にある九州薩摩の鹿児島ラーメンのお店であります。その名もザボン。夕方に店が開き、深夜になればなるほど大混雑するという典型的な東京真夜中のラーメン屋さん。鹿児島ラーメンの基本は喉越しのいい細い麺に10時間余り豚骨などを煮込んだコクのあるスープ。しかし意外にさっぱりしているのが人気の秘密です。一方、こちらは若い女の子が闊歩する原宿の街。昼間の女の子たちは夜になるとある一軒のお店に吸い込まれていくのであります。まあそれはちょっとオーバーですが、今東京の女の子たちの間で一番人気のあるラーメン屋さんがこちら。ラーメン屋さんで若い女の子を見かけないと感じていた皆様、ここにいたんですね。男の子を連れてくる子もいれば一人ですする人もいる。一体東京の女の子たちはどんなラーメンを食べているんでしょう。店長、豚骨スープ、細い麺といえば九州ラーメン、そして人気の秘密は具にありました。16種類から選べるという豊富な具の数々、味付け卵に明太子、豚の角煮など全部九州の名物です。たい、これ全部入りラーメン960円。一見しつこそうに見えますが、東京の皆様に合わせてマイルドに仕上げてあるそうです。ちなみに店長は熊本出身。九州から取ってきようです。俺もバカです。九州のラーメンは今東京の夜の名物。一方、こちらは夜の東京六本木。遊び歩いたその後で向かうラーメン屋はこちらのお店、カオタンラーメン煙突屋。
深夜になると一見台湾の屋台風のお店に続々と若者やサラリーマンたちが押し寄せてくるのであります。この店のラーメン、ちょっと一味違うともっぱらの大評判。どういうの？店長は森山金雄さん。味に秘密あり。台湾から輸入しているあの薬味なんですよね、はい、それが入ってるのが一応特徴なんですけどね。それがこちらのラーメンの美味しさの秘密。そうですね、それがあるのとないのと全然違います。味の秘密はこの台湾直輸入の油ネギ。玉ねぎを油で揚げて乾燥させたもので、豚や鶏、貝柱などで作り上げたスープに入れればあっと驚く実にエスニックな味わいへと変身してしまうのであります。味の決め手は繁盛の決め。さて、下町の超人気店といえば浅草六区の寿司屋通りにある東であります。その人気の秘密はご主人の山田誠さんが作るスープにありました。ラーメン1杯600円、そのスープの味は誰が言ったか下町のコンソメ。材料は豚骨と鶏ガラ以外がお店の秘密だそうです。おいしい。というわけで開店から閉店まで店内はいつも満員状態。馬屋橋のたもと近くにある新川、創業昭和25年の下町の老舗。この店のご主人はラーメン作りの名人と呼ばれるお方なんであります。ラーメンというのはスープと麺だけでしょ。シンプルな料理ですよね。ですから飽きたよな、もう真剣にやらないと味が落ちる、そういうことですよ。寸胴鍋には鶏が丸ごと5羽、スープが濁るものは一切入れないのが名人の主義。麺はもちろん自家製のもの、卵を多めに加えた太め縮れ麺。その手さばきはまさに匠の技。まるで摩周湖のように透き通ったスープ。具はメンマ3本にチャーシュー1枚。麺とスープに自信があるからこその一品。飾りもけれんみもないけれど、これが粋でいなせな江戸前の味でいい。東京の環状7号線、通称環七。それは東京の大動脈として都民の生活を支える幹線道路。ところがこの全長57キロの環七にはなんと100軒を超えるラーメン店がまさに都心を囲むように軒を連ねていたんです。環七は別名ラーメン街道。その代表的な店をご紹介しましょう。板橋の環七沿いにあるのがこの土佐っ子。土佐っ子のラーメンの最大の特徴がこの土砂降りの油なのでありました。これは何ですか？豚の背脂。ダイエット中の女性なら思わず失神してしまうギトギトラーメン。丼の底は麺も見えない暗黒の世界。この濃厚な禁断の味が環七ラーメンのシンボルなのです。こちらは杉並の環七沿いにあるホープ軒本舗。土佐っ子と並ぶギトギトラーメン御三家の一つと呼ばれております。小山さんは環七ラーメンのマドンナ。若者たちやトラックの運転手さんたちを相手に10年もの間栄養満点ボリュームいっぱいのラーメンを作り続けてきました。そのラーメンはこってりコテコテの超濃厚ラーメン。一度食べたらあなたはもう病みつき。ギトギトラーメン御三家の最後は大田区の環七沿いにある薩摩っ子。環七に店を構えて18年目。その濃厚な味わいは他の店の追随を許さないと自負する環七ラーメンの最右翼なのであります。スープは厳選した豚骨と大量のニンニクが基本。ラーメン一杯で満腹になるこのギトギトラーメンはもともと時間と体力で勝負するトラックドライバーたちの間で好まれたラーメンでありました。まさしく東京の大動脈環七が生んだラーメンなのであります。